ますよ。はい、行ってください。はい、まさかずくんの走行ツアーということで、はいはい、ビートを絞らせないように。ああ、そうですね、はいはいはい、3年目、3年目ですね。ああ、したらめちゃくちゃやっぱ新しいですもんね。うん、そうそうそう。あ、で今日もね、道路でね、このこいつ走ってて、多分買った人いるんじゃない。納品ってことですね。納品、そうか、これ6000リッターでしたっけ。そう、6000リッター。今ってそうか、6000でしかない、5000とかないんでしたっけ。そう、確か。ないよね。そうだそうだ、6000でね。そんな話はあって、これはいいもんだわ。重心がね、下の方になったから安定してるし、はいはい、何せね、はいはい、アシスト付きさ。あ、アシストね。はいはい、こいつが動いてくれんの。いや、僕実は、あの、東洋の新しくなってからしか乗ったことなくて、うん、それはもうアシストもオートヒッチもついてたんですけど、うん、それなしとありだと違いますか、やっぱりこのアシスト。うん、前のやつはその例えばビートのバイドとかさ、うんうん、やっぱり雨降った後だったら、うん、危ないとかあったけど、うん、これ全然やっぱりこれあるおかげでスイッていけるね。なるほどね。すごいわこれ。ハマったことはまだないね。あ、まあ去年もね、結構条件悪かったですけど、だいたい晴れた。あ、よっぽどじゃない限りはね、あ、そんなにはないと思う。なるほどね。まあ、入んないけどね、あんまり。あんまり、まあ、確かにやっつけちゃいますからね。悪くしちゃってその後大変になっちゃうからね。そうじゃない限りは。ああ、そうかそうか。これがいいね。なるほどね、そこは良かったです。これの前で、あ、強率か。強率だよ。これの前は強率だ。5000円ですね。あ、うん、なるほどね。強率で。そうかそうか。まあ、値段は言わないよ。値段は言わない。ああ、なるほど。ご想像にお任せしますということで。そうだ、何も問題ないね、全然。これ、ノズルのこだわりとかありますか。あ、俺ね、その頃から T-Jetノズル。T-Jetオーグ状でね、プサーってやるのが好きで、はあはあはあ、うん、それはどういうあれなんですか。この粒子がね、ちょっと、うん、なんだろう、カニ目、カニ目と、はい、このこの中間のやつなんだよね。あ、その水の雫が、うん、あんまりそんな、うんと細かすぎず、かといってあんまり水の玉が大きすぎず、ちょうどいい感じの中間ぐらい、うん、要はあの高圧なやつだと結構ふわっと霧状じゃないですか、うん、ってやつだとこう何ですかね、こう大きいこう粒という感じ、ね、うん、の間ぐらいってことですか、ね、T-Jetって、うん、それぐらいかなと。なるほどね。ああ、東洋もね、まあ同じような感じなんですけど、そのやっぱり呼び方も違いますしね。このカニ目っていうのがやっぱ分かんないですよ僕。カニ目ね、俺もね、あまりにもね、ちょっと細かすぎて、うん、カニ目だとか危ない、ね、ああ、なんかこう、うん、かけてんだか風に飛ばされてんだか分かんなくなるような感じなんですね。風が、ね、吹いたら弱いんだよね。ああ、カニ目ね、はいはいはい。使い分けてる人もいるよね。うん、これ粒子大きいから、これは、うん、風に飛びづらいから、これが土壌処理とか。あ、はいはい、うん、そうそう、使い分けてる人もいる。はいはい、そうですね、うん、T ジェットですね、まさかずくんは。こうすると一向きでもいいんだ、ほ風だと。ほう、横に広がるからさ、ほう、間に合うんだよ。でも俺はなんか嫌だからこれ使ってる。ああ、そういう使い方もあるんですね。使い方は人によって。へえ、これが好きかなと思って。そうかそうか、うん、なるほどなるほど。まあね、スプレアはねずっと使えますからね。まあ今ね、あのドローンとかあるけど、うん、あれもね、どうん、ね、よしわしみたいですね。まあそうっすね、うん、ちょっとうちらにとってはリアルじゃないっすよね。登録がなんせ少ないでしょ。まあそうっすね、そこがねネックかなと思って、うん、自分の巻き手の上で、ね、負けないのはねきついかなと思って、うん、まあこれからねどんどん変わっていくのかもしれないですけど ね、現時点ではちょっとなかなか ね、難しいっすよね。小麦ちょっとねやりたいなのってあるね。あ、なるほどね、はいはいはい、ちょっと気になるね。なるほどね、そうかそうか。いやいやいや、素晴らしいスプレーヤーで、はい、はい、そうっすね。もう1998年、ビートハイですか。98年か、25年ってことでした。なかなかこの東洋のねビートホリッチのもあんまり珍しいっすよね。サトシさんちとか、うんうん、とか、あと武藤さんですか、ね、あ、うんうんうん、
なるほどなるほど。全然十分だろ。うん。そうか。まあ、基本は変わんないっすよね。そうそうそう、全部手動だけどね。あ、はいはい。全部。あ、ステアリングもついてるか。ああ。まあ、なんとか整備しながら大事に。うん、そうですね。なかなか今ビートハーベスター買うっていうのもね、うん、なかなかこのビートの情勢見えない中では、ね、そうだよね、ちょっとね、うん、難しいですよね、うん、中にやっぱ表現栽培して掘ってもらうっていう人もいるし、ね、ああはい、うん、そうですね。なんせちょっと今はねまた、うん、はいはい、そうですか、そうですか、いいですよ、はい、ありがとうございます。あ、これ工房ですね。工房、工房収穫機とトレンチャーですね。いやもうあれですね、1ヶ月ちょいしたらこいつがもう動いてるんですね、正和君。そうだよ、動いてんだよ。おー、1ヶ月半ぐらいかね、今ね、3月1日ですからね。新工房であるから、あ、もう一番最初のもう中旬ぐらいにはね、うん、そうやりますもんね。やるやる、やって、いやー、そうですね、始まりますね、もうね。ね、ありがとうございました。はいはい、こんな感じで。はい、うん、こんな感じですね。はい。はい、盗撮ですよ。もう時技ですから、はい、はい、じゃあ早速これラフマーの掛け終わりということで、まあ、こんな感じで、はい、すごい、これ下はすごい硬いですよ、はいはい、うん、ね、こんな感じで、まあ、固めていきたいと思います。はい、で、あとちょっとした凸凹はこの後ちょっとね、トンボとかこうやってかければさらに綺麗になるので、はい、そうですね、うん、はい、まあ、とりあえず僕らの仕事はこれ、これをやっていくっていうことですね。はい、はい、ということで今日はあと2件いきますね、はい、と思いますんで、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、いい笑顔ですね。いい笑顔ですね。はい、はい、さあ今日一日の仕事を終えて土屋くんが帰ってきました。もう4時過ぎなのでね、ちょっと暗くなり始めてきております。はい、お疲れ様でした。とりあえず1日目は終わりということで、はい、はい、そうですね、はい、はい、なんとか終わりました。はい、4件終わりました、はい、あと2件ですね。そうですね、明日2件回れれば、はい、うん、終わりですね、今年は。はい、そうですね、うん、はい、はい、ああ、そうですね、はい、これ言いないとあれですからね。はい、おお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 、おはようございます、ペップリーチャンネルでーす。早速も朝から動き出しておりますよー。はーい、さあ今日はランマン2日目ということで、ちょっと雪の降った朝でございますけれども、今日も張り切っていきましょう。今後期待。さあ雪模様の十勝目室町でございますけれども、早速朝からマー君が敷地内を除雪しております。何センチですかね、5センチぐらい太ったのかな。はーい、思いのほか降ったかな、パラッとぐらいの予報だったけど、まあ、結局はなんかそれなりのこれになりましたね。はーい、はいはい、あ、邪魔かな、藤井くんこれ邪魔だな、この辺やりたいよな、あら、しまうのかな、あ、しまうようですね。はいはい、車庫に、格納してるみたいですね。あ、おはようございます。すいません、はい、お疲れ様です。早速ね、お待たせしました、除雪からスタートしておりまして、はい、素晴らしいですね、はい、朝からしっかり働いて、そうですね、これで道もバッチリできたと思います。バッチリね、はい、はい、現場までも行って、境の方までもう行けたんですか、はい、したら開けておきました、目室町内全域開けております。それは、はい、それは本当だな、検証動画撮りますよ、これあなた。
除雪をしていただいている目黒町の、皆さんありがとうございます、はい、ということでね、お疲れ様です。まあ、ランマ2日目ということでね。はい、そうですね。はい。あと2件ですか？あと2件です。昨日頑張りましたからね。そうですね。昨日4件回って、はい。まあ、残り2件ということで。はい。まあ、ちょっと雪も降ったんで、まあ、安全運転で、はい。行きたいと思います。はい。はい。そうですね。はい。はい、では、早速。はい。行きましょうか。行きますか？はい。いいですか？いいですか？なんか、はい。はい。お伝えしたいことありますか？皆さんに。皆さんに、ヤッホー。サンシャイン土屋ですから、やっぱりね。はい。また見てね。よし、そしたらまあ、そんな感じで2日目も行きましょうか。はい、そうですね、行きますか。行きましょうか。はい、まあ、雪降ってるんで、うん。まあ、ゆっくり行きましょう。そうですね、ゆっくり行きます。はい。はい。はい、頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。お願いします。おーチャンネル翔ちゃん、ネムピーチャンネル出演しましたんで、これで。はい、さあ現場が、終わりまして、2日目終了というか、すべて、これでビニールハウスのランマーガキは終了ということで、土屋マー君が戻ってきました。お疲れ様でございました。はい、お疲れ様でした。はい、メッシュのね、はい、いい髪色になりまして。そうですね。はい。はい。2日間終わりましたね、はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。これでしっかり、あとは苗を設置できますね、はい、これからの。そうですね。はい。はい。7日から、創業ということで、はい。まあ、怪我しないように、はい。うん、しっかりいい苗を作って納品していきたいと思います。はい。そしたら、はい、そんなことで、また、育苗センターの動画でお会いしましょう。みんな、砂糖食べてね。そうですね、食べてね。バイバーイ。バイバーイ。はい。いや、めちゃくちゃいいですよ、これ。あったかいし。これ、いいですね。いいですよ、うん。ついに私も買っちゃいました。ぜひ、チャンネルご視聴の皆さん、はい、お買い求めください。はい、お願いします。販売しております。はい、とてもかっこよくて、あったかいです。はい、はい、ありがとうございます。はい。